スポー、はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。はい、さあというわけで今回もやっていくんですけども、はい、我々 MSSP に足りないものといえば何でしょうか。愛と勇気が、確かにそれは足りてないと思う。と切なさと、うん、愛しさと足りてない順番バラ順番バラまあ、心強さだって言えねえだろ、それじゃん。そうだよ、なんで最初に切なさって言わない。まあ、誰だ、誰が悪いんだ。最初切なさじゃないんだ。伊藤さん、切なさでしょ。そうです。俺が悪いわけじゃない確かに映え感だと思うね。あーね、映え感、やっぱ映えチームとしての花というかね、はい、なんかそういう感じがないじゃないですか、うちら。まあ確かに、まあそういうところをちょっと見習って、うん、その華々しい、うん、スイート XO グッドグリーフさんの斬新な飲み物4種類、はい、ご用意いたしました。おすごいですね、哺乳瓶のドリンクでございます。おお、レインボーコットンキャンディー、フローズンポップコーン、そういうカラフルな楽しいスイーツ、うん、何フローズンポップコーン。いやすごいよね、だからとにかくいろいろあるの、まあ、インスタ映えするようなスイーツがー、取り扱っていると思うので、そういうねところはうちらは見習うべきところなので。確かにね、飲んでいきましょうというところです。一応4種類味用意しましたよ。ソーダマスカットゼリー味、ホワイトウォーターマスカットゼリー味、ソーダマス、マッシュマンゴーゼリー味、ホワイトウォーターリンゴゼリー味、はい、だから基本全部ゼリー、ゼリー、ゼリー、ゼリーは入ってんだね。じゃねで、まあ一応メンバーカラーになってますけど、まあ好きなの、うん、いいんですか。うわ、青がいいな。うわ、俺もそこでいいじゃんけんが最初はグーじゃんけん、はいはいからはい、イエーイじゃんけんすんのかなと思って、まあいいや、全然はい、2番目勝ったのか、アロマ、次じゃんけんしてないどうでもいいけど、別にいや、リンゴかな。わかる、リンゴ。俺もそんな、俺もそれかなと思ったいや、いいよ、いいよ、どっちかやりますなんででしょう。じゃあ、いいや、これにしてくわ。マスカット好きだし、はい、どっちもマスカットだ、どっちもマスカットじゃあ、はい、いただいて、飲んでみましょう。美味しそう、いただきますあ、うまい。あ、めちゃくちゃ爽やかしかも甘すぎない。あ、うまいね、これ毒々しい感じで甘いのかと思ったら、うまい。意外と、ね、いや、見た目だけじゃないっすよ。うん、へえ、うまいわうまかった。なんか疲れた時に飲むとめっちゃ良さそう、うん、まあカルピスだね、ホワイトウォーター。やっぱあ、今でもすごかったよ、今俺開始のモニター見たら、うん、なんかカラフルな飲み物飲んでるおっさん4人がこうやって下向きながら、あ、これうまい、うまいね、これむちむちうまいじゃん。これは映えるね映えてないよお前は蝶みたいでちょっと映えてるよな。確かに、うん、そうですよ。うまい。可愛い女の子とかがこれと一緒になんか映ったら、うん、やっぱ映えるね。いいね、なんじゃない。キモいおっさんとかがね、これ4個ぐらい食ってって、いや、そこまで突き抜けるとやっぱいい。あ、確かに、逆に一番良くないのこうやって、うん、うん、まあ悪くない、めちゃうまいじゃんちょっとこうやってやってたら、はい、これで打つときはキャピキャピしてるっけ、うん、キャピーやってみよう、やってみよう、お前ものすごくキャピキャピ飲んでみて めっちゃ飛んできたな今キャピキャピしてるキャピキャピしてる今、キャピキャピっていうかゴボゴボしてるリアルにしてるね今、キャピキャピしてたキャピキャピしてたね、いいね、今動きが読めなかったわさあ、という感じで、はい、飲んだんですけども、うん、哺乳瓶の形ということで、うん、こんな企画をやりたいと思います、ね、哺乳瓶牛乳早飲み対決。哺乳瓶で多分飲んでることないと思うんだけど、いや子供の頃あるじゃない、覚えてる人、いや覚えてはない、わかんないよ、ないよね、全くないわ、いやないか普通。あ、これ蓋だったんだ、俺もこの大きさはでけえだろ乳首でかいな、どうでしょうやんなくてええやん、ね、これだってほらロケットおっぱいお、いいね、でも映えてるね、映えてるかな、ちょっと映えてる、あ、うん、
偽物のチクビは多分もう30数年ぶりぐらい。しないと本物のチクビは定期的にやるわけ。半分ぐらいでいいんじゃないの。90年また半分で分かれてるし。偽物はやっぱり35、6年ぶりぐらいってことでしょう。そうだね、本物の方が吸ってるってすごいな。120で本気でやんないとこれはまんねえわ。そうだね、乳幼児用ですから、うん、やっぱまあそんな本気になるほどではない。え、マジで乳幼児がやっぱりはめる感じで、うん、乳幼児が乳幼児はめんの無理だろう。自分で用意して自分で2つさせる。うわ、それでも飲んどけっつってIQ 高くない、その赤ん坊。これだけなんかおかしいことなんじゃん、お前。飲ませろ。こいつゴリラパワーで壊した。最初からなってました。ゴリラ乳首だわこれ。乳首ゴリだね。変わってない。これね、穴めっちゃちっちゃい。やっぱり確かにこぼれますね。はい、もう一個余ってたんで。あ、よかった。ここセットだったんで。なんとか、はい、危なかった今。危なかった、ね、では哺乳瓶早飲み対決、よーいスタート。うんうん、全然無理だこれ。うわ、全然残ってる。思った以上に残ってる。え、うわ、漏れる。そのやり方は漏れるぞ、隙間から。まだあんの。うわ、絶望した。もう勝てると思ってたね。口痛い。やった。うわー、うまそう。こいつ全然飲めてないじゃん。口痛っ。痛っ。うわー痛い。赤ちゃんすげえんだな。ねえ。これ超きついんだけど。つらいわ。いやめちゃくちゃウケる。痛っ。唇超痛いんだけど。吸った方がやっぱ早いのかな。いや、吸引力だこれはね。あ、本当に。いや、押し出しタイプより早い。いや、まあ、こぼれてるっつうの。うわ、いや、押し出すとこぼれるから。押し出しちゃダメだよ。それレギュレーションやんでしょ、もう。いや、本当ストローをもうめっちゃ吸うみたいな。そうそうそう。でもね、限界あるわ。うん、なんか俺ちょっと酸欠だわ。ちょっと頭痛いもんな。赤ちゃんすげえな。すごいね。赤ちゃん別にこんなに生き延びてない。そうだね。そうだな。すげえ。さあ、というわけで今回は、哺乳瓶型ドリンク、斬新なインスタ映えする、こちらをお送りしました、ね。やっぱね、言うても大人はこれです。大人が哺乳瓶気分を味わいたければこれでいいです。そうだね。美味しいし。うん。確かに。牛乳こんな必死こいて飲む人ない。そうだね、うん、普通にお腹いっぱいなんだけど。水っぱらだわ。やばいわ、牛乳来るわ。MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。MSS プロジェクトはですね、YouTube そして、ニコニコ動画に、チャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。登録、の URL の方はですね、下の概要欄
またこことかこことかこことかこの辺に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 、リンクが貼っておりますので、ぜひそちらの方からご登録をお願いします。うわぁぶっ倒れそうやった今アホや